こんばんは、白ドラニュースの時間です。白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そして田重です。本日のニュースです。6月30日よりありがとう8周年白ドラ大感謝祭おかわりが開催されることが決定いたしました。白とドラゴン8周年を記念して開催されたあの大感謝祭が再びということで、大盤振る舞いのキャンペーンがまたもやってきちゃいます。いやー、ありがとうございます。うん、これもう皆さんね、8周年の感謝祭覚えてると思いますんで、はいはい、期待しちゃっていいやつですよね。はい、もちろんでございます。今回は8周年おかわり重大キャンペーンといたしまして、こんな内容になっております。なあ、あれもあるこれもあるという感じですね。はいはいはい、皆さんもね、お目当てのキャンペーンあるんじゃないでしょうか。はい、主なキャンペーン一挙ご紹介してまいります。まずはこちら、ルビーアバタマ。8周年を記念して毎年恒例のルビーアバタマが再登場です。今年は最低8888ルビー、最大なんと88888ルビーにパワーアップしております。チケットは前半後半それぞれ期間中にログインすると1枚ずつもらえちゃいます。さらにですね、ルビーアバタマ結果シェアキャンペーンっていうのも同時に開催です。ツイッターにてハッシュタグ白ドラ8周年おかわりをつけて、ルビーアバタマの結果、こちらをスクショしていただきまして、そちらを画像付きでツイートしていただきます。開催期間は6月の30日から7月14日お昼11時59分までです。こちらですね、投稿していただいた方の中から抽選で iTunes または Google Play ギフトコードの1500円分を抽選で20名様にプレゼントいたします。続いてこちら、大感謝祭白ドラ宝くじ8周年記念ミッションが開催されるんですけれども、このミッションで入手できる宝くじで運試しに挑戦です。一等は88888ルビーのほか、ラッキークラウンや剣士武器、札束などの、まあ、レアなお着替えですね、こちらをゲットできちゃいます。さらに今回一の位賞も新設されておりましたよね。はい、はい、こちら一の位賞では1000ルビーに加えて、新しい限定剣士お着替え、札束風呂でしたっけ。そうでしたね。僕まだこのね、札束武器っていうのは持ってないんで、はい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 、そろそろ当てたいなと思ってますけど。そうなんですよね、はい、武器の札束が今のところレアなんですよね、うん、ぜひとも皆さん運試しチャレンジしてみてください。番号の獲得期間は6月の30日金曜日19時から7月の31日月曜日18時59分までとなっております。これ気になる当選番号の発表は8月の上旬予定しております。お楽しみに。なるほど。またあの生配信みたいなことをやるのかもしれないですね。そういうことでございます。はい、はい、また続報をお待ちください。続いてこちら、8周年記念ミッションおかわり。こちらもですね、前半開催となりまして、6月の30日金曜日から7月14日となります。こちら前半すべて達成すると8周年アバタマチケットと呼ばれるもの50枚入手できまして、さらに宝くじも最大5枚もらえます。こちら後半もございまして、同様の報酬が入手できるということでございます。だから要するにこれの2倍もらえるってことですもんね。そういうことですね。はい、はい。そしてお次、ありがとう8周年大感謝ログインボーナスおかわり。こちらも前半でございます。6月の30日から7月の14日、メタタのアバタマチケットが最大10枚もらえちゃいます。後半もございます。こちらも同様の報酬がもらえるということです。最新のね、アバタマですから、これはいいんじゃないですか。さあ、お次こちら、ルビー剣士大量発生。エア上手イベント、そして襲来イベントに倒すとルビーがもらえるルビー剣士が大量発生いたします。すべてのバトルに参加してルビー剣士を討伐すると、期間中最大3000ルビー獲得も可能になるということでございます。前半、レア上手イベントが7月1日から7月の14日まで。そして後半、襲来イベントで7月15日から7月30日、ルビー剣士が発生するということですね。ぜひともチャレンジよろしくお願いいたします。そしてそしてこちら、すくすく卵キャンペーン前半ということで、6月30日から7月14日に、まずは前半で、期間中に孵化した卵であれば、キャンペーンが終わってもレベル30のフル装備になるまでボーナス効果が持続されるお得なキャラ育成キャンペーンとなっております。はい、武具開発の資源が半減したり、友トレ、そして訓練所の経験値獲得量が5倍になったり、研究所時間短縮というね、皆さんがなんか待望のキャンペーンということでございますね。そうですね、はい、人気ありますもんねこのキャンペーンは。そういうことです。前半後半それぞれ1個ずつ合計2個の卵が対象となるみたいです。はい、どの卵を孵化しようかね、今から考えておくといいかもしれないですね。はい、さあそして他にもおかわり特別こんなキャンペーンもございます。
デイリー福袋8周年ということで、曜日ごとに違う豪華アイテムが入る特別な福袋が登場いたします。毎日欠かさずぜひ入手していただきたいなというところですね。これなんかこう、エッグショップにデイリー福袋ってあるじゃないですか。はい。それがですね、デイリー福袋8周年ということで。なるほど、なるほど。いろいろ毎日変わるそうなんですよ。月曜日がトモトレ玉満タン回復、火曜日がキビ団子、水曜日にトロピー、木曜バッチコイン、金曜日に金、土曜日ルビー、日曜ドラゴンメダルというね、なるほどね、本当に毎日違うアイテムということですので、はい、ぜひともエッグショップの方覗いてお得なアイテムを入手してください。こちらもございます。ソングのアバタマ登場いたします。なんとガールのテーマソングが獲得できるチャンスということでございます。ガールソングミッションというものがございまして、そちらをクリアするとソングのアバタマチケットというものが1枚もらえちゃいます。ソングのアバタマとはですね、フォアドラガールからビートルガールまでのテーマソングが入っておりまして、そちらが入手できるチャンスということなんですね。こちらのですね、ソングのアバタマは、持っている曲は重複して出ない仕様ということでございます。まあ、要するに最近始めた方とかがですね、あの過去のフォアドラガールの時はやってなかったからあの曲欲しかったなっていう声もありましたので、うん、はい、そういった方々にもですね、過去の曲が入手できるチャンスということでございます。なるほど、めちゃくちゃいいですね。はい。そしてこちら、ガール集合アバタマ登場ということで、過去に登場したガールが多数登場するアバタマが登場いたします。さらに激レアお着替えの復刻もございます。期間は6月30日19時から7月31日18時59分までとなっております。はい、他にもまだまだございますが、今回紹介しきれないほどのボリュームでしたので、その他のキャンペーンやそれぞれの詳細につきましては当日公式サイトにて特設ページがオープン予定となっております。そちらをぜひチェックしてみてください。いやいや、これほんとね、いつも大丈夫っていうくらいの大盤振る舞いですよね。はい、今回初めてのキャンペーンなんかも開催されるみたいなので楽しみになりましたね。そうですね。改めまして、ありがとう8周年白ドラ大感謝祭おかわりは6月30日より開催です。皆様ぜひお楽しみください。本日のニュースは以上となります。また最新情報が届き次第お伝えさせていただきます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。